心は妻のように深く埋めて深く悲しめないという自分を見つけ出してました。妻のためには私は涙を流して一緒に悲しむことができるけれども、まあ、彼女は一人で産んだわけですね。まあ、話を聞くとですね、夜中に産気づいて、そして子供を寝かし、当時団地に住んでて寝かしておいて、同じ団地内に住んでたクリスチャンの人に、うち今から産院に行ってくるからって言って車で自分で運転して産院に行って、そして一人で産んだんですね。そしてその子供が天国に帰ったっていうことは、産院からその私の実家の方に連絡があって、そして教会のスタッフがいろいろ動いてくれて、そして、まあ、あの火葬場でその子を、まあ、あの焼いてくれました。まあ、彼女はそこで一人で、私がいない時に、また今のようにインターネットでとかスカイプでとかそんなことじゃないので、彼女はその産院にいて電話もかけることもできませんでした。携帯もありませんでしたから、彼女がどれだけ苦しんだのか、その悲しみを思うと私は本当に胸が張り裂けるような気持ちでした。でももう一つの私の中に苦しみがあったんですね。それは悲しめないっていう苦しみなんです。その子供のために悲しめない、すっごく苦しかったです。妻は悲しんで泣いている。で、妻のために私は泣くことはできます。一緒に泣くことができます。でも私はその子供が天国に帰った、神様は全てのことを感謝しなさいって言ってるのに受け取れない、そう悶々としてました。2週間ぐらい経った時です。私は子供を連れてですね、まあ、家内がまだ安静にしてなきゃいけないので2人の子供を連れていろんなとこに行ってたんですが、買い物に行きました。八百屋さんに買い物に行って、車を置いておいて、そして買い物をして、そして買い物から出てきてですね、今度は車に戻ろうとしたら、下の当時2歳のカンタがですね、急に走り出したんですね。そこには通りがあって、道があって、車がビューンとこう通っているところに彼は何を思ったのか、走り始めて、危ないと思って私は駆け寄ってですね、彼をガッて抱き止めました。そしたらこう自分のここの頬をですね、車がフワーってこう通ってきました。ここを車が通ってきました。本当に間一髪ってあのことです。でもその時私はですね、私の中に大きな悲しみが天からこう降りてきたように来たんですね。それはこの子供を僕が失ったら私は壊れてしまうっていう思いとともに、その子供を失ったっていう悲しみが私の中に来て、初めて子供のために涙を流すことができました。まあ、子供をこうやって抱きながら私は隠れるようにしてこう泣きました。でもその時に私は一つのことを神様からいただいたんです。悲しみをくださるのも神様であり、泣くことを許してくださるのも神様、全てのことを神様は感謝しなさいと私たちに語っていらっしゃる。私は自分で悲しめる、悲しめなくて苦しんでいました。でもその悲しみは神様の手にあって私に与えられた。それは神様が子供を守ってくださっているというその現実を、イエス様感謝しますってこう感謝した時に、悲しみが天からやってきたんですよ。まあ、しばらく私はその子供が天国に帰ったっていうことに対して本当に感謝できませんでした。また悲しみから私はなかなか立ち直れない自分を見つけてました。私たちは時々心の痛みっていうのを感じますよね。今自分でも痛んでいる。もしかしてこのお話をするときに同じような体験なさった方は、その痛みっていうのをもう一度こう感じ取る方があるかもしれません。でも私はその時に思ったんですね。傷が癒されるっていうのは、私の心の傷にイエス様が手を触れてくれて癒してくださるんですけど、もう一つの側面がある。それは私たちが傷ついているということは、
その出来事に対して反応し続けている私たちがある。またこの子供を失うんじゃないかと思って私はずっとビクビクしてました。数年間、子供がまた事故に遭ったらどうしよう、子供が病気になったらどうしよう。それは一人の子供を失ったがゆえにある傷から来るものでした。痛みから来るものでした。でもイエス様は私と共にずっと一緒に歩いてくださって、私にいつも声をかけてくださった。それは一言だけです。大丈夫だ、これだけです。大丈夫、私がいる。天国に子供を召したのもイエス様です。でも守ってくださる方もイエス様です。私は全てのことを感謝する、それをその体験から学びました。私はハワイに来るたびにこの御言葉を思い出して感謝しています。今日皆さんにもイエス様がおっしゃっています。全てのことを感謝しなさい。イエス様が私たちと一緒に歩いてくださって、大丈夫だと声をかけてくださいます。私たちの心の反応をイエス様に委ねていきましょう。イエス様は心優しくへりくだった方で、私たちと一緒に私たちの歩幅で私たちの荷を共に担ってと書いてありますから、一緒に歩いてくださる。今日その恵みを今日受け取ってまいりましょう。お祈りします。